青森県上北地域県民局地域農林水産部林業振興課の近藤と申します。今回は東日本大震災で被災した海岸防災林を公共事業だけではなく地域の人々や地元企業の社会貢献活動などの力を借りて再生した取り組みについて発表します。最初に津波の被害と復旧状況についてです。本県は日本海、陸奥湾、太平洋と三方を海に囲まれており、このうち太平洋沿岸の北は三沢市から奥入瀬町、八戸市の海岸防災林が津波の被害を受けました。このうち三沢市と奥入瀬町が我が上北地域県民局管内となります。これは被災前の三沢市の海岸防災林の状況です。南北にクロマツのグリーンベルトが広がっています。基本的には前浜があって、防潮護岸港や人工砂丘の背後に海岸防災林が成立しており、林帯幅は最も厚いところで300メートルぐらいあります。この海岸防災林は昭和初期から造成が開始され、80数年にわたり先人から連綿と引き継がれて整備され、農地、人家、道路等を砂や風から守ってきました。造成当初はまだ自家用車なども復旧しておらず、地元の方々も雇用し、植樹資材を運んでもらっていたようで、古くから地元の方々に協力してもらってきたようです。次に津波の被害についてですが、林業被害損額は約25億円となっています。その内訳としましては、人工砂丘や排水路の決壊、林帯の流出のほか、後々被害が広まったクロマツの赤枯れ被害があります。この赤枯れ被害とは、津波でかぶった海水が、窪地などで自然排水に時間がかかり、クロマツが塩害にあったものです。また、海岸施設被害としては、防潮護岸港を津波が乗り越えたことにより、陸地側が潜伏されて、堤が不安定になったものです。こちらは、具体的な被害状況です。これは防潮護岸港のうち関係者堤という工法で前浜が広く海辺を利用するような箇所に施工しますが、津波が乗り越えて陸側を潜伏したものです。これは海岸防災林の排水路を津波が乗り越えて裏側が潜伏されたものです。これは排水路の下降部分が津波で潜伏され、林帯が流出したものです。ここまでハード施設の被害と復旧状況をお見せしましたが、意外と被害が大きかったのが、窪地に海水がとどまり、長時間浸水したことによる、クロマツの塩害、いわゆる赤枯れ被害です。被害面積は約124ヘクタールに上り、徐々に枯れていきました。一旦枯れ始めると、すぐにキクイムシが入り、ボロボロになるので、被害木を再利用する場合は、手早く対応しなければいけません。赤枯れ被害木を現場から搬出処理すると、産廃扱いになりますので、極力搬出せず、使えるものは強度を要しない暗渠鋼などに使い、多くは現場に移動式チッパーを持ち込み、そのままチップ化して、下草生育防止のマルチング剤として散布し、利用に努めました。これまで海岸防災林の施設やクロマツの被害をお話ししましたが、今回の津波で改めて感じたのは、
海岸防災林が津波の被害を減衰させるということです。この写真のように、漁船や海の漂着物が海岸防災林によって人家、集落へ激突するのを防いでいます。改めて地元の皆さんも海岸防災林の効果、存在価値を認識していただいたのではないかと感じています。さて、ここまで工事関係の復旧をお話ししましたが、実はここからが本日の本題であります。ハード工事の復旧に目処が立った平成26年、黒松の植栽が本格化する際に、海岸防災林の再生を公共事業だけで行うのではなく、この機会に一番海岸防災林の恩恵を受ける地元の方々と一緒に、林業普及活動として海岸防災林の役割や必要性を再認識、震災の記憶を風化させない、地域が主体となった海岸防災林の保全活動の3つのスローガンを掲げ、地域の力で守り育てる海岸防災林整備活動支援事業を5年間の県単独事業として立ち上げました。この事業の取り組み内容についてですが、取り組み1として地域活動体制の整備を行いました。具体的には海岸に面する三沢市の7町内会、奥入瀬町の3町内会と2市町役場、私ども県民局により活動支援連絡会を組織し、事業内容の検討を行いました。また、学校に出向いて海岸防災林の効果などを普及する出前講座の開催や、植樹体験の前、現地において海岸防災林の役割や林業について普及活動を行い、今後の保全活動を行う地域のリーダーの育成を行いました。二つ目の取り組みは、実際の植樹活動の実施です。復興植樹祭と称し、三沢市と奥入瀬町で年1回ずつ地元町内会の方々へ参加を呼びかけ、植樹祭を行いました。また、ローカル線の青い森鉄道とコラボし、鉄道が企画する日帰りツアーのコースに黒松の植樹を入れていただき、観光客の皆さんも一緒に植樹祭を行いました。これが活動支援連絡会の開催状況です。年度事業計画の承認、中間報告会、実績報告及び次年度計画の検討会と、基本的に年3回開催しました。会議では事業の検討のほか、保安林についての質問や清掃活動についてなど幅広く質疑が行われ、町内会の皆さんが様々なことにご苦労されていることに気づかされました。こちらは奥入瀬町立紅葉小学校の出前講座の状況です。最初に海岸防災林の役割、効果などをパネルで説明しながら、実際に植樹してもらいます。子どもたちが金槌で打ち込んでいる板は、黒松の風よけの板です。元はカヤスでしたが、カヤスを編んでくれる方が高齢化したのと、木材利用のため杉板を使っています。板には子どもたちから黒松の絵とメッセージを書いてもらいました。頑張って育てないとと身の引き締まる思いです。こちらの板には津波に負けない大きな松の木になってねとメッセージが書かれています。現地で植樹ができなかった学校では座学を行いました。
講師は県樹木医会の樹木医さんと我々普及員です。初めて聞く海岸防災林の物語や虫の標本にみんな興味津々です。今回は学校からの依頼でキャリア教育として職業としての樹木医についても語ってもらいました。この中に将来樹木医さんになる子が出るかもしれません。林業に興味を持ってもらえたら嬉しいです。春、秋、5年間続けた地元町内会の皆さんとの復興植樹祭の状況です。町内会の役員さんだけではなく、息子さん、お孫さんと幅広い世代で参加してくれました。私たちが植えた黒松林だよ、と語り継いでいってほしいです。苗木は上北森林組合が育ててくれたコンテナ苗です。ディブルを使うととても簡単に植えることができます。これは地元町内会の復興植樹祭に合わせて青い森鉄道のツアー企画に植樹構想を入れてもらい、旅行者の皆さんと一緒に黒松を植えた時の模様です。海岸防災林の植樹はズックで気軽に参加できるのも魅力です。ツアーの皆さんを海岸まで案内し、黒松のグリーンベルトをお見せしたら感動しておられました。ツアーの皆さんはこの後農家レストランで豪華なランチに舌包みです。地元の方だけでなく、これまで社会貢献活動として植樹してきた企業の皆さんにも黒松の植樹を助けてもらいました。こちらは県内で一番古くから企業の森づくりに協力していただいている三沢市の東芝映像ソリューション株式会社の皆さんです。山間部では考えられないのですが、皆さん涼しい格好で参加されています。こちらは三沢警察署主催の三沢地区防犯ジャンプチームの小中学生が社会貢献のために植樹してくれました。一緒に昼食のアメリカンバーガーを食べながら、中学生たちにこんな自然豊かなところで仕事したくならないかいと聞いたら、自然の中で働きたいという子が結構いました。林業や自然に興味を持ってくれて嬉しいです。事業の成果についてまとめます。この5年間の事業を通じて、海岸防災林の役割を地元町内会員、小中高校生、旅行者、企業の方と広く普及することができました。また、地域住民の皆さんが海岸防災林の大切さを認識し、町内会を中心に自主的、継続的に伝承活動を継続してくれる体制づくりができたと思います。しかしながら、事業を行っていく中で、活動支援連絡会で新たに浮かび上がった課題もあります。一つは、復興工事用進入路の整備により、海岸部への入り込み者が増加し、海岸防災林へ焚き火が延焼する事案が発生しています。同じく、ゴミの不法投棄も増加し、町内会がその片付けに頭を悩ませています。また、成長しすぎた黒松が道路や電線にかかり、濡れ雪などで折れて枝が落下する被害が発生しています。これらの課題を解決するため、事業終了後も地元町内会と行政機関との活動支援連絡会組織を維持することにより、
地元町内会とのつながりを保持し、協力して課題解決に取り組みたいと考えています。先日も小さな古損木の処理を町内会に自主的に行っていただいたり、地元との連携がスムーズにいくようになってきました。また、海岸防災林内の焚き火禁止、ゴミの不法投棄禁止や防止に向けた普及活動を強化するため、今年度、県がマニュアルを作成し、地元町内会と勉強会を行う予定です。古損・倒木の恐れのあるクロマツについては、事前に関係者で調査するなど、事前対策を強化していくこととしています。これで私の発表は終わりますが、今回の事業により、地元町内会、将来を担う学生さん、地元企業の皆さんと海岸防災林の大切さ、再生の意義を普及、共有できたこと、継続的な人のつながりができたことが何よりの財産だと感じています。今後も様々な課題が生じるかと思いますが、皆で知恵を出し合って、より良い地域づくりに貢献していきたいと考えています。ご清聴ありがとうございました。